クミンですちょっと小声で失礼します今ですね介護中のワンコたちが寝ていますので小声です実はですね皆様に嬉しいご報告でございます、えー、50歳からいろんな資格を取り続けてきました心理カウンセラーと そしてえエステティシャンうんいろいろえっとですね今25ぐらいあるのかな資格がはいでま,た1つ増えましたそれはですね「アンガーコントロールスペシャリスト」の資格を取得しましたのご報告でございます。 じゃんじゃじゃーんアンガーコントロールスペシャリスト資格取りました。<laughs> はい。えっとね、リンパケアセラピストと並行して勉強してたんですけど、リンパケアセラピストと セラピストの方が先に、えー、試験が受かりましてちょっと3ヶ月で頑張ろうと思ったのが半年かかっちゃったんです。アンガーコントロールスペシャリストなんですがあれりりりりりアンガーコントロールって何ぞやのっていうことですよね。 えー、実はですね私は、えー、心理学を学びまして心理カウンセラーそして、えー、認知行動療法士っていうカウンセリングスキルの、えー、専門分野の、えー、民間の資格を取得したんですねそれにちょっと通ずる通じるところがございまして実はですねアンガーコントロール 自分の不要なな怒りをコントロールしましまょうっていうこといこんですねそうなんですよそれのですねまあアドバイザー的なうーんそうですねまあカウンセリングとプラスアルファ認知行動療法のカウンセリングとプラスアルファそのこのアンガーコントロールのスキルが使えたらいいなぁと思って取った。 スキルなんですね。でも日々ねもうほんとコロナ禍ねもうストレスだらけじゃないですか怒りも湧くしイライラもするしだけどそのイライラとかそのえ怒りがですねもう体に悪影響を及ぼすんですねということでえ暗婦コントロールスペシャリストはですねまずその自分の怒りの正体を知る。 ということなんですねそして、えー、怒りをコントロールする、はい、これは認知行動療法のカウンセリングのスキルにも通じるんですけどもねはい怒りをコントロールそしたら今度怒りをですねあの今度はあのパワーに変える。 まあ具体的な内容はですねまたあのおいおいそうですね動画に上げさせていただいたりそれからカウンセリングを取らせていただいた時に、あのー、そういうお悩みがお持ちの方とかあとはですねそういうことでなんかこう疲れちゃうとか困ってるとかいう方のためにちょっとそのスキルをね用いてカウンセリングをしていく させていただきたいと思ってます。さあ、怒りはどんな風に体に良くないのかって言いますと、え、ちょっと難しい話は置いといて、まずですね、あの、免疫力を低下させるんですね。免疫力低下ってなんとなく分かりますよね。そう、あの、いろんなその病原菌とかウイルス系とかに。 そう、あの、免疫力はね、戦ってくれますからね、それが、あの、弱るであろうというふうにね、はい、分かってきているんですね。あとはですね、うーん、そうですね、あ、美容です。美容にもね、良くないんですよ。えー、しわし、し とかはいいそうななんんでですよいろんな面でねあとはね血管の中の動脈に動脈にですね脂肪がね沈殿したりとかするんですねというようなことがまあいろ,いろ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 ありましてもう怒りは体に良くないだけどもう怒りの感情っていうのは自然に湧きますからそして怒りはですねパワーにも変えられるので うまく自分のその怒りを知ってコントロールできてパワーにできたら素晴らしいものなんですね。それの、はい、アドバイザーとして、えー、これから活躍していきたいと思ってます。ねえ、20、え、今度、え、6、6個目になるのかな。アンガーコントロール。あの すべてですね、その、測定反射療法。あの、私はちょっと民間の試験なので、マッサージとか足つぼとかいう言葉をね、使用できないんですね。なので、測定反射療法士とかね、ちょっとわかりづらいですよね。うん。あなんですが、まあ、それはですね、あの、 足裏にね、ここは腎臓のツボですよとかね、これは心臓のツボですよなんて言ってもね、えー、足裏に心臓あるわけない、心臓はここでしょうみたいなね、実は、その、そこの反射区に刺激することによって脳に神経伝達物質にこう、つ,つつつっていくわけですよ。なのでね、あの、ちょっと私も体験したんですけど、あの、ちょっとね、顎がね、あの、開きづらくなっちゃって。 あらららーと思って、でもその、えー、ちょっと夜間で行った、あのー、歯医者さんで、あの、囚人の先生のところがね、もう夜遅かったので、あのー、ちょっと顎が外れたかなと思って、そしたらね、髪み具合がちょっと良くないので、ちょっと削りましょうっていうふうに言われたんですよ実は私、歯をきれいにしたばっかりなので、えー、削らないでくださいつってね。<laughs> <laughs> ちょっと帰ってきたんですけどそれであのえまあ主治医の先生が大学の歯科の先生を紹介してくださって大学病院に行ったら「もうあなたの顎は外れませんよ」って言われましてねで顔のもう眼輪筋がもう年齢とともに弱っているので眼輪筋のこう鍛える筋肉を鍛えるあのこういうあのそれこそ 病院ですからねまマ,マッサージしましょうっていう風に言われてそういうねあの処方であのいただけるそういうビデオもあるんですねマ,マッサージ法のねあの病院の先生の処方箋がないと買えないビデオがその病院の売店で売ってたんですがそれも買ってきたんですけどねはいということでそれでね先生がね言うんですよあのね肩からのね 上のね、反射区への刺激なんですよ。脳へ刺激なんでちょっと、えひへへへと思って。ねえ、だから、もう、あの、私が体験したパニック障害もそうなんですけど、あの、心の、 病と言われていたのがそうではないと、性格でもわがままでもないんだと、脳の神経伝達物質の誤作動なんだって。ちょっと難しいですよね。はい、あ、危険でもないのに脳が危険だって。誤作動して息苦しくなったり。そしてあのね。あの心臓がバクバクしたら心筋梗塞かしらと思うような状況に。 なるっていう誤作動ってことがね分かってきてるんですねだからね脳ってすごいんです私もう脳の神秘に取りつかれて <laughs> でその脳のアプローチの まあ、関連すするような資格をですねだからリンパリンパドレナージュなんかもそうなエステムもそうなんですよねそうやってねリンパを流しながらもう足の反射をしながら脳へ刺激ということだからカウンセリングもそうなんですよねそうなん脳に刺激あと脳活性トレーナーもそうですけれどもまあいろいろねちょっと取っていった資格がはいそのつながるということで,で今回はこのアンガーコントロールスペシャリストの 四角がはい合格しましたーっていうご報告でございました <laughs> ね半年かかっちゃいましたなんですが、えー、今ですね新たにですね、えー、実を言うと3つ四角 <laughs> に調整し始めましたで あの1個3ヶ月最低3ヶ月かかるとすると3つやるのに9ヶ月1年かかってしまうのでもうこれは一気にいってしまおうなんて欲張ってもうねもう年齢が62でございますからねそうなんですよなので一気にいってしまおうということでねあのちょっとね 内緒なんですすけど3つはいやらせてていいただいておりま一つはですねちょっと動物関係で動物もあの総合的なアニマルホリスティックそしてえっ、ー、とシッターができるはいあの資格はいあのワンちゃん預かってですねあの面倒を見るあとはシニア犬介護はいとあとはえっ、ー、とペットのフードペットフーディスト の資格もも取っったんですがそれはもうねちょっと自分のあのー、飼ってるワンコがですね老犬になってで私老犬の介護ってやったことなかったので自分の子たちのためにとった資格なんですけどもでもねなんかこう、あのー、いろいろ聞かれたりとかね相談、うん、カウンセリングなんかでもねそういうのをねあのー、やらせていただいてますのでねはい。もちろんあの もともと私はその資格を取ったのはあの東日本大震災をきっかけに被災地にちょっと例えばハンドリフレができたらいいなフットリフレができたらいいなそこからちょっと何か心理学のスキルを用いてなんとなくそのリラクゼーションの中であのお話が聞けて心が軽くなっていただけたらいいななんていうね感じから始まったんですね。はいなのででこれからもですね大 歳。<laughs> 今の段階で62歳まだまだチャレンジしていきたいと思っています。ねえなんかね残念なのはねもうコロナ禍 でねあの芸能界の方たちもねあバイトしたいとかねちょっと働きに行きたいとか言ってねまあ私の年代の,あの仲間たちっていうのもまあそれなりにね同じような年でねもう年齢でまず落とされるっていうねそう面接まで行かないっていうね感じを聞いてるとね今のね60歳ってね若いと思うんですよ。でね特に芸能界の方はね もう礼儀はしっかりしてるしね体力あるしフットワークいいしねもう皆さんいい方が多いのでねもうぜひぜひね私思うんですよ。もう60歳 あの年齢でね仕事ができないっていうそういうちょっとあの今までの風潮がもう新しい時代に新しい時代に変わっていただいてもう本当に才能のある方たちそしてやる気のある方たちそしてもう体力がある方たちはねバリバリね働け,働ける社会になったらいいなぁとまたねちょっとねアンガーコントロールとは別な話になっちゃうんですけれども まあちょっとね、もう私はもうやる気 <laughs> やる気で進んでいきたいと思いますっていうのはねなんかねあの今までね芸能界も50年目に入りますけれどもたくさんの方に支えていただいてここまで来ましたのでもう人生のあと半分ですねえ半分というとえ100超えかみたいな感じなんですがあの 何か少しでもね恩返しができたらいいななんていうことでね今あのいろんな、ね、資格を取ってますあとはねあのちょっと私小さい時にいじめにあった学校行ってなかったりとか登校拒否したりとかあとは芸能界入ってしまったりとかもうあの学生生活があんまりほとんどないんですね。なののので今ねそのねそあの まあちょっと心理カウンセラーの方はちょっとあの実地のそういうあの、はい、訓練がありますので。 あの教室にね、まあ、コロナ禍ですけども感染予防対策がしっかりされていて少人数でということで、えー、っと講師が受ける授業は、まあ、エステに関してもそれからその心理カウンセラーにしてもあのやっぱりねどんどん世の中変わってきます法律も変わってきますので,で特にね私が取った認知行動療法なんかはもう2年ごとにねあのやはりその。 スキルアップスキル維持をしないと資格がなくなってしまうんですね。でもねそのぐらい厳しい方がいいと思うんです。なのででまあそういうい感じで スキルアップしながら <laughs> はいあのいろんなちょっと資格をね生かしてねそうですね70まではバリバリちょっとボランティアもやりたいかななんて思ってますまずはですねすいませんちょっと話がねいろいろあっちこっち行きましたけど私の取ってる資格はちょっと共通点がありましてっていうお話とはいあのアンガーコントロールスペシャリストの資格を習得しましたっていうねご報告でございました やったー,ったー嬉しいですねでもねでもねあのちょっとね私認知行動療法士はちょっと苦手ないやなんで難しいんですよ難しくてそれがですねアンガーコントロールも入ってきたので教科書を見た時に「え」大丈夫かなとか思ったんですけどで試験もあのちょっとねあのわからない問題がありまして。 1>, 1, 1個間違えるととても点数引かれるのが大きかったもんですからもうドキ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 しながらでもね分かりましたのでねはい、えー、これからもですねどん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 オーバーチャレンジしていきますのでよろしくお願いします。アンンガーーコトトロールススペシャリスト資格習得しましまたのご報告でしたありがとうございました。やったー